この時を待っていました。どうも皆さん、こんにちは、ヒロです。今8時55分なんですけど、ということで今日は iPhone 15シリーズの予約注文便となってます。いやー、ついに来たね。今回僕はですね、 iPhone 15 Pro Max の 512GB のナチュラルチタニウムを購入しようと思ってるんですけど、なんとですね、値段が20万超えらしいです。いやー、20万円か。パソコン買います。まあでもね、今回は iPhone 買いたいと思います。ってことで9時になったんですけど、ずっと更新ボタンポチポチ押してたんですけど、おっ、いや、まだかい。お、来た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 。メールアドレスとパスワード、急いで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 、よし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 。iPhone 15 Pro Max の 512GB でナチュラルチタニウム、月6105円。まあ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 、で店舗受け取りやから、22日。よし、いや、またサインいいんかい。なんで2回も打たなあかんねん。よっしゃ、次は、ああ、受け取り方法ね。配送じゃなくてお店に取りに行きます、今回は。とりあえず22日で、まあ取りに行くのも何時にしようかな、まあ、これぐらいの時間帯にするか。とりあえずこれで OK で、次は、ああ、受け取る人の情報入力か。ああ、もうここら辺はちょっとカットします。よし、これで OK。 OK、 準備完了、注文します。よっしゃ、注文完了。あー、楽しみやな、22日。ということで、無事 iPhone 15 Pro Max 購入できました。いやー、よかった、マジで。やっぱ発売日に欲しかったんで、めっちゃ良かったです。22日、楽しみにしてます。ということで、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは1年ぶりの投稿となったんですけど、一つ感じたことがありまして、もう編集やだー。